正直言えば全く別立てで考えました。ただ前作は、やっぱりあの時1970年代に若松プロにいたメンバーね、僕たちはレジェンドと呼んでましたけど、まあ、いや半分冗談で、いわゆるあの人たちはどうやって勝ち組なんですよね、うん、でその中で実は、才能、自分の才能だったり経済だったりに負けて、夢破れた獅子竜がいて、その代表で門脇麦さん演じる吉住恵という人がいて、結果、自殺なのか事故死なのか非常に曖昧な形で死んでしまった。で前作はそっち側で死んでいく者たちを描いたんで、今回はもう自分をやる描くということもあったんですけど、もうこれは生き続けていくしかない、才能があろうがなかろうが、もう好きなものにしがみついてやっていくしかないっていう話にしようとは思いました。ただそういう意味ではどこか前作があったからこれは生きる話だっていうことはあったとは思います、うん、そういう意味で継続性はあるのかなと。どこかでだけど途中からね、最初は2にしようかどうかも迷ったんですけど、まあ2にするって言った時に、僕はどこかでやっぱりそのいろんなことが受け継がれていくと思ってるんで、例えばそれは完全なフィクションですけど、井上が、吉住めぐみの写真を見てなんかパッと目が合った時に思いつくみたいなシーンを作ったり、本当にラストでね、誰が出てきたかわからないおじさん4人が出てきたのは、若松さんが2012年で亡くなった、一の登場人物たちで、亡くなってた一の登場人物たちですけど、まあ、そういうのを出したりみたいなことはしました、うん、もちろん僕はやっぱりこの固有名詞わかるかなとかいろんなことを思いましたけど、僕たちが見てきた映画って例えば外国映画の歴史ものを見た時にわかんない名前いっぱいあったじゃないかと。でそれは全部わからなくたって僕たちは映画面白いと思ったし、後で調べたりすることも、でどこかで今その見る側は分かりたい症候群で、発信する側も、分からない恐怖症みたいなことになって、どんどん分かりやすい表現みたいなことになって失っていくものがたくさんあったんで、もうそれはちょっと開き直ろうと。でそこ自体が自分が常にそういうことをね、分からない恐怖症でダメじゃんって言ってることをちょっと何かこの映画でできればとは思いましたし、もっと言うなら木俣さんのことなんて全国で言ったら誰も知らないわけですよ。だからそういうことも含めてどういう普遍性を用いるかっていうことで、だからこっちの方がもしかしたら僕はニッチかと思って不安だったんです。で今そのこれの方が広い青春映画だって言っていただいて、ちょっとほっとしてます。本当に本当にもうちょっと詳しくて、あそこでパンフレットの原稿を頼まれて、で昨日言ったのと同じことを書いてるんです。止められるか俺たちの時に2は作らないのかと言われましたが、あれに勝る時代はないからできないよって言ってたけど、もしかしたらこのシネマスコーレの黎明期を描いたら2になるんじゃないか、タイトルは止められるか木俣ですって 100% 冗談で書いたんですよ。冗談だったんですね。そしたら意外とそれ面白いじゃんみたいに言う人がいて、だけど木俣さん界隈がシネマスコーレ界隈で言ったってそれ嘘じゃないですか、そんなことないと思ってたけど、そのシネマスコーレを解剖するの宣伝をねやって、東京で一緒にやって、もう福田村事件前の忙しい時になぜか木俣さんのインタビューとかずっと立ち会ってたんですよ。で聞いてると、あれ意外とこれドラマになるかもしれないなみたいな。それと、まあ、繰り返しになりますけど、その、多分映画って3回危機が、大きな危機があったと思うんですよ。1個はテレビ、これでも完全に斜陽になりました。そしてレンタルビデオ、これはなんとか持ちこたえます。そして今コロナ禍にの最中に一気に伸びて配信でって、でこれを描くことが、この時代描くことがね、何らかの何かだけど、こんな安易なこと言っちゃいけないのかもしれないけど、後半でね、映画館で映画をかけないんですって木俣さんが言いますけど、もうやっぱりそれしかないと思うんですよ。こんな風にもうスマホでも手軽に見れる時代に映画館で映画かけるみたいな、そのなんか単純なことが、今回生き続けるっていうことで言えば、ミニシアターも生き続けるし、映画も生き続けるっていうような、なんかことがダブルミーニング、トリプルミーニングでなればいいなという願いは込めました。そうなんですよ。いやもちろん悩んでるし、あれだけど、ただドラマとしての、要するに例えば誰かにこれは違いよ何かみたいな、ドラマとしても見えやすい葛藤がなかったし、実際若松さんにも言わなかったと思うんですよ。でだからそこで本当にドラマは作りづらかったですね。
ただその大きな流れとしてやっぱり最後の最後はきちっと自分の筋を通すっていう大きな流れはやっぱりあるんで、ただその細部をもうしょうがないから自分の話を出して埋めてったっていう感じですよ。この映画をやるって時に木俣さんが僕なんかドラマならないよって言ってたんですよ。で僕も自分に対しては当たり前ですけどドラマなるなんて思ってなかったんですよ。でもこれはしょうがなくて、で最初はこれに映画にも書いてますけどシネマスコールって木俣さんがどうせなら映画好きサブカル好きがいいからって、名古屋の大学の英検それから小劇場にこうチラシを配って実際にそういうことだったんですよ。で僕は高校生の時とか浪人の時行きながら、あこのなんとなく映画をよく知った風な お兄さんたちがをちょっと眩しく見えたことがあったんで彼らの群像劇にしようと思ったんですが、やっぱり僕がその8ミリ経験がないんで彼らをビビッドには描けないだろう、それやったらなんか負けちゃう気がしたんですよ。それならばまあちょっと自分で行くかみたいな感じですね。うーん、だから最初に本当にまあシナリオって200字詰め換算200枚がだいたい映画1本って言うと30枚でシネマスコールできちゃったんですよ。短編ですね。短編、やばいと思って僕しょうがないから丸って書いて河合塾廊下井上純一かっこ18が歩いてくるって時に僕手がこうやって震えましたから。まあだけどね、やっぱり描くとシナリオライターとしていかに面白くするかになるんですよね。で一方ではこれも本編で使いますけど新藤兼人が人は誰でも一緒のうちに一本だけ傑作書くことができる、それは自分自身を書くことだっていうことを僕田舎の映画青年で僕みたいになかなかね世に出れなかったやつはそこだけをよりどころに、その言葉だけをよりどころに生きてて、ついに自分を書いて、まあ、傑作と言わないまでも見れない映画になったらどうしようっていう恐怖の方が勝ってました。だから自分を書く恐怖もは最初はありましたけど、それを決めた後は果たして面白くなるんだろうかってい もう恐怖しかなかったですね。白石もそうだったように、止め俺やっぱりワンでもやってるわけど、白石もめぐみさんが怒られてる時に自分だったけど、僕も自分だったわけです。そうですね、でその後に突然変わって、撮影が終わったらいきなり飲みに行こうみたいに誘って、飴、うん、とムチというかね、人たらしというか、やっぱ幅の広さみたいなことは全部我々の経験ですから。だからあれはあれで、あの時代を通した我々のを自分を描いた話でもあったんですよ。だからそれが今度はまんま自分になるわけで、今回ね、やっぱ見比べた時にやったら、あの時は多分44歳の由良新さんが、34、5の若松さんを演じて10歳下を演じてた。で新さん自体も初めて若松さんを演じるってちょっと禁断の道にみんながあの時踏み込んだわけですよ。で今回はもう1回やった上で、実際48歳の新さんが、49歳の若松さんを演じるというね、実年齢をやって、まあ、僕は若松さんのことを、父親未満師匠以上って言ってたんですけど、本当にある種の不正みたいなのがあって、前回やっぱり若松浩二を演じるというね、こういう言い方をしたらちょっと失礼だけど、モノマネ感、要するに若松さんを演じなきゃいけないのが今回ちょっと抜けたと思うんですよ。これはもう僕の演出力とかじゃなくて、僕はもう新田さんにほぼ何も言ってないんで、もう新田さんが掴んだものだと思う。だからなんかもう一番ねちょっと恥ずかしかったのは、あのね、新田さんが井上って怒鳴るために僕がカメラの横でビクッてするんですって。で最後はあの燃える青春の撮影の時に、本番中に新田さんが井上って言って僕入って返事したんですよ。もう頭悪いじゃないかって、もうスタッフがみんな何こいつら笑ってるだろうと思ったら僕が返事してたという、そういうなんかねちょっと複雑なそういう思いがありましたけど、まあ、だから、うん、自分を書く特別ってことでは、ここは僕と違うっていうような演出は杉田ライル君にはしなかったし、ただ例えばもうちょっとね、もうちょっと自己顕示的だったし、言いながら、いや僕ずるいんですって言いながら、ずるいんですっていうずるさはあるよみたいな、なんかそういうことですね。なんかそういうことだけでした。でこの全員実名の中で一個、創作のフィクションの人物を入れなければドラマとして動かないんじゃないかと思ったのがいて、それが止められるか俺たちの反省でもあったんです。全部実は実話で面白くて、あもう一人自由に動ける人物があったらいいなというか、この人たちをどこか冷めた目で見てる視点が一個、
そしてその冷めた中には自分の中の圧倒的なコンプレックス、うん、で当然ですね、まあ、ミーツ以降特に顕著になった女性のね、この世界での圧倒的な少なさで、全員がそういう意味で言えば男だっていう特権の中で生きてた中で、私は、才能がない女、そして在日という何かをこう入れることによって、ある贅沢な悩み、贅沢な悩みって言っていいかな、まあ、贅沢な悩みみたいなことを逆照射できるんじゃないかと思いました。それはだからもうはっきりと女性監督なんで数えることしかおらんよって言わしてるし、ただやっぱりだけどそれでも彼女の中にあるのは、私には何を描いていいかわからない。それは井上の中で、あれ実際に僕が言ってましたからね、あの僕は在日でもないしゲイでもないし、ブラックでもないし、僕本当にあの頃そう言ってたんで、本当にそういうことがバシャッと潰されるような何か、それは民族にもよらない、性差にもよらない映画を描くことに関しては、あ、表現するという形はみんなある何か同じだよということだけでしかないみたいなことの表現みたいなことはやりたいとは思ってました。あとやっぱりそのこの映画界が完全に大きく欠けていた女性の何かということはできるかな。だからそんな大きなテーマとしてではなくて、やっぱり映画っていろんなことがね知らされていった方がいいんで、それは彼女に見直してもらったという感じです。いや、もしかしたら在日の方が見たらこんな甘くないようだし、女性の方が見たら井上さん分かってないのかもしれないんですよ。ただまあそれでも僕のできるあれが提示だったということです。だから今さ、ちょっと本当に考えるのは、はい、最初の舞台挨拶は昨日言ったように、はい、やっぱどうしたってマスコミが、うん、まあいいあれね、あの会社になるあれね、キャッチーになるように、はいはい、考えておきます、まあ、みんなそれでもプロだから、プロだからいけるいける、考えてるね、よろしくお願いします。はい、じゃあすいません、はい、あのきちっとだって、ね、この人に3枚目やったら面白いだろうと思ってて、で福田村で、ご一緒することになって LINE ができた時に、木本さんに最初、木本さん誰がいいって言ったら、江本兄弟だって言ったんですよ。江本、タスクと時代。5人がどっちか。あ、だけど、そんな当たり前のことよりも、やっぱり。当たり前。ちょっとそれはタスク君と時代君に失礼だけど。違和感のない感じ。違和感の感じ。行くより。で、まあ、ちょっと東出さんってやっぱり思ったんですが、正直言うとですね、まあ、これ言ってもいいのに、まあ、主役オファーだったわけです。その本もできてなかったら、最初の僕のつもり。それが、やっぱり、一個そういう意味では井上と金本の物語になって下がった時にどうしよう、それとドラマが作れない中で東出さんも悩んだと思うんですよ。主役じゃなくなったことに、主役というか群像劇の4人のうちの1人になったことに関しては僕は大丈夫だと思うんだけど、やっぱり井上さん、木本さん、葛藤とあれがない、対立がないということないわけないでしょ、何かありますよ。でだから撮影3日前にここに来た時ですら、木本さん何かありませんよとかって聞いたら、いや何もないですよみたいなことを言うわけですよ。で相当悩んだ中で、だからだけどあのこの大きな中で最後にはやっぱり自分の映画にたどり着いていくっていうことを、そこのドラマでいいじゃないかっていうことはもう随分とお話ししました。ただどこまでを木本さんでやるかということで言えば、あの全くそれはお任せだったんで、木俣さんとしてのクランクインは、あの土手の自転車の走りだったんですけど、はい、通信名 の野球部、そのすぐその日のうちに、小室愛さんと自分のうちのシーンをやったんです。で、その次の日の2日目に、喫茶店で初めて若松さんと会うシーンやって、1日妹さんのシーンになって、4日目に木俣さん、なんか吹っ切れたような携帯模写で来たんですよ。携帯模写って言っちゃすべだけど。で、それは新田さんも後に東出が、どこかで吹っ切った瞬間があったんだけど、でこれはなんか東出さん自体も、もしこれも何もない葛藤がないとやるなら、この大げさの中に見える木俣さんを表現したらどうかと思ったんだけど、だから僕は、あ、木俣さんが現れちゃったなっちゃったと思いましたね。で木俣さんに、木俣さんこれもう木俣さん完全に木俣さんになってるねって言ったら、木俣さんが、いやいや俺そんな大げさじゃないからってすっごい大げさな動作で言ったんですよ。俺すごいなと思って、だから東出さんは最後まで手探りだったと思います。だからメイキング映像には、東出絶対やりすぎだろうって言われるだろうと思うけどってやっぱり言ってたんで、福田村の東出さんと違いますね、全然違う。で福田村の新田さんとあれも全然違う、で杉田ライブだと全然違うわけじゃないですか。やっぱ役者ってすごいなと思いました本当に。
で今みたいにこんな風に地方に映画監督なんて舞台挨拶なんて当然来ないわけですよね。僕はもう中学の3年生から映画やりたいと思ったらもう全てが雑誌の中の世界なんですよね。メイキングだってそう見れないから。だからやっぱりその非常に何者かになりたいプラス東京行かなきゃ勝負になりたいっていうその渇望もあったんですよ。名古屋では見えない映画もたくさんありましたし、じゃなかったらやっぱり新幹線に乗ってついてきませんからね。バカだからああいう行動とかがやっぱりちょっと、うん、あのその辺のことは違うなってやっぱ思います。頭悪かったんじゃないですかね本当に、まあ、決定的に頭悪かったと思いますね。なんか確実にありますね、うん、でそのやっぱりその17ぐらいで僕は高2ぐらいであの劇中でも言ってますけど水のナイプル、それから俺は手を汚すという自伝を読んで若松プロと思ったんですけど、その時に若松プロの中に、やっぱ70年代トメオレ1で描かれた時代とともにあるやっぱ社会を、あれで言えば性を描くことによって反権力を描くみたいなことは僕の中では非常に共鳴してたんで、いまだにやっぱりちゃんと自分のそういうことはやりたいと思ってます。レボリューションプラスワンを3日で描いた。でそれもやっぱりあの昔若松プロはね、あの中でも1の中で三島由紀夫が自決した、2日後かに足立さんが脚本を書いて8日後には撮影してたみたいな映画の機動性がやっぱり今失われてて、そういうものってやっぱり席が誰もそこの席に座ってこなかったわけですよ。でもほぼ席そのものがなくなっちゃってるんだったら足立さんとちょっとやろうよみたいな形でそれを書いて、で福田村撮影して終わった直後からこの映画のシナリオを直したんですけど、もちろん国葬の日に山上徹也容疑者の映画を作る、日本人による、日本人虐殺事件でベースにはもちろん関東大震災による朝鮮人虐殺があるっていう映画と僕の中では地続きで、それがやっぱりさっき金本っておっしゃいましたけど、金本さんを在日にして指紋を夏やったものが今回の僕の中の何かですね。それとやっぱりその女性の問題と、あとはもう一個は一番この映画で危惧したのはパワハラ皇帝にならないかってことだと、うん、まあそれを言ってしまうとだってってことですよね。 でやっぱりそれはどこかでその当たり前ですけど人の尊厳を奪うパワハラをもうセクハラはもう論外で、パワハラだってなければない方がいいし、ただこれこそやっぱりまたサバイバーのあれだって言われるかもしれないけど、僕みたいにあんなね現場行ってオーライオーライって言ったら車ぶつけたらもう本当ですからあれしかもあれまだロケ場所がなかったからそうしてますけど、あれあの車を中古車に売りに行くシーンだったんですよ、劇用車で。当時あのひょうきん族、俺たちひょうきん族で安岡力也さんのホタテマンってめちゃめちゃ年季が出て忙しい時に1日だけ空いてきてくれて中古車の親父役だったんですよ。そのシーン前にして僕ぶつけたんですよ。もうめちゃめちゃ怒られたわけですよ。でそんなやつがやってるのはやっぱりノーギャラ、うん、そしてどんなに怒られてもやっぱりその後の優しさも含めて僕がゴロゴロってついてったことも含めて何か僕は残れたっていうことがあるんで、それを決して豊かさとは言いたくないけど、なんか幅みたいなものがもうちょっとねあってもいいんじゃないっていうことも含めてのいろんな提示は、それは朝鮮人虐殺があったんだよっていうことと同じレベルでやっぱり僕の中ではありますね。で幸運にもこの映画、例えば本当に見た人たちがみんなやっぱり自分語りをしてくれるっていう意味では、誰かの人生のその一番さっき言った尖ったっていう部分をやってからみんなスマップの夜空の向こうじゃないけど全員あの頃の未来に立ててるかどうかって言ったら違うじゃないですか。その人たちがみんな、あ、自分にもこういう話があったみたいな風にね、なんかあのなればいいなみたいな風に思います。だからあのこの映画のキーのセリフは木俣さんが2回これからこれからって言いますけど、本当にこれからこれからなんだ、それはいくつになってもだと思うんですよ。 あまりにもまあいい年してポジティブすぎるじゃないかと思われるかもしれない。なんかそれはちょっと思いましたね、この映画。